エウフェミオ・サパタ・サラサールは、メキシコの革命家で、同じくメキシコの革命家であったエミリアーノ・サパタの2位。女たらしで、マッチョで、大酒飲みとして知られていた。1917年6月18日、サパタ派の小グループに所属していたシドロニウを狂人、カマチョにより殺された。エウフェミオが泥酔した時に、老人を理由なく、殴り、侮辱したことが理由とされる。クアウトラにおいて、 カマチョはエウフェミオを尾行した後に腹部を銃撃した。自らの死を確信した時、エウフェミオはカマチョに苦しまず早く死ねるよう止めをさせと頼んだ。カマチョは次のように答えた。あんたはたくさんの人たちをとても苦しめてきたんだろう。もう少し生きていろ。その間、あんたもその苦しみを知るだろうさ。そして、カマチョはエウフェミオを顔から有塚に投げ入れ、彼の馬を奪った。 エミリアーノが復讐を求めることが分かっていたカマチョは、身の安全のために、サパタの敵であったカランサハへと合流した。左がエウフェミオ。右は、弟のエミリアーノ・サパタ。ありがとうございます。